じゃあこれを取りに行きましょう。カラパレット23トン淡路から岐阜高山か。で、場所が、なんかすごいくるくる、ちょっと待って。ルートこっちですよね。神戸まで U ターンさせようとしてんな。右全然見てなかった。よいしょ。まもなく左方向です。左方向です。こう左、なんかそこも行けそうだな。おお、だいぶ急な坂道ですね。空にでよかったけど、この先まもなく左方向、右、そこ行ったことないな。だいぶすごい場所にあるぞ。ここ入れる？右にレーン移動が必要です。その先右方向です。行けますね。こんなとこあったかな。右方向です。なんかここ工事してたところかな。なんかこんなとこあった。いや、だいぶくねくねしてる。でも道幅は広いんで普通に行けそうですね。なんかビューポイントありますよね。なんだこれ、壁？道になってんのか。そこが事務所。また鬼マークありますね。ハードカンパニーか。鬼の面が置いてある。ありますね。ルートが見つかりませんので、元のルートを表示します。鬼。狭そうだな。なんだこれ。どう行くのそれ。ここが正規ルートなの？とりあえずビューポイント見てきましょうか。なんか大変そう。エンジン止めて。はい。なんか迷路みたいになってません？どっからスタート？うわー。大変そう。とりあえず大変そうですね。その出入り口のところがやたらせますと、どこに止まってる？そこにある。うわー、変なとこにあんな。いや、狭い。しかもポールも立ってるから鬼。だいぶ大変そう。あれはきつそうですね。バッティングしてるけど。適切なルートが見つかりませんので、元のルートを表示します。ここトレーラーつけて出れる？適切なルートが見つかりませんので、元のルートを表示します。岩が狭くないですかこれ。そこに一度バックして戻さないとダメってこと？とりあえず狭い。適切なルートが見つかりませんので、はい、元のルートを表示します。じゃあここで、これですね。カラーパレット23トン、淡路から高山まで181キロ。はい。いや、そこポールがあるんですよね。ここもなかなかギリギリな感じだな。この奥にありましたよね。それだ。いやー、きついな。それ、なんか周りに、
いろいろ置いてあるんですけど、いやー、出入り口んとこが一番きついな。あと、ポールの場所か。なんか怪しいものが置いてあるけど、大丈夫これ。とりあえず、バックしていくか。いや、ここも、すごい、曲がってるぞ。前がぶつかる。ちょっと待って。一度前でよ。よいしょ。これは大変。ゆっくりと。ああ、ちょっと低くしよう。下げましょうか。はい。OK。実際の交通規制。出発していきましょうか。まず、ここから出るのが大変ですね。ここ狭い。ここが大変だな。まあでも意外とスペースあるか。大丈夫そうですね。よいしょ。結構重量ありますね。坂道が大変かも。で、ここですよね。ちょっとこっち側切ってハンドル回しまくんないと。あ、でも意外とスペースあるか。なんか乗り上げてんな。よいしょ。鬼の面が怖い。今のところはだ、で、そこが一番狭いかな。あ、でも行けそうだな。思ったよりも、普通に、あ、なるほど、こう、まっすぐ出れんのか。適切なルートが見つかりませんので、元のルートを表示します。うん、待って、これ。どうなってんな。岩があるけど、乗り上げなきゃダメ。ちょっと。ああ、その岩邪魔だな。一個なんか、めちゃくちゃ邪魔。これどうすればいいの。それどかしてくる。ひどい場所にあんな岩。出口ここしかないですよね。一度こっち出てまっすぐ行けってこと？でも、前にも出せないですよね。その岩邪魔だな。でもこれ以上切るとこっちが後ろ、トレーラーがぶつかっちゃうし、こっから右に前出していくか。そうすれば行ける？岩さえ乗り上げてもいいから。いや、これ危ないな。そうして、あ、岩乗り越えたかも。乗り越えられたな。あ、いけそう、いけそう。あ、間違えた。これで斜めにこのまま右側から行っちゃっても良さそうだな。だってこの岩すごい邪魔なんですけど、本当。その岩と岩の間から行けるのかな。元のルートを表示します。
それ後ろがぶつかっちゃいますもんね。ちょっと思い切って乗り上げるかこれ。ああいけるいけるいける。もう思い切っていくしかないな。これだったら抜けられますよね。これまずいって。動けなくなる。そう、斜めに行っちゃった方がいいかもしれないな。ここまで来れるんだったら。ああ、いけそういけそう。いけそうですね。ひどい。ああ、ほんときついな。岩だらけですね。誘導員が全然仕事してない。このまま出ちゃうか。よし、いけた。OK ですね。デフロック解除。大変だった。ボディボコボコになってそうだけど、とりあえず抜けられましたね。ようやく会社から出たな。はあ、おー、下りだから怖いですね。まもなく右方向です。向こう右、右方向です。一時停止ですね。あ、止まってくれる？ごめん。無理やり行っちゃった。あ、その先トラックダメな。あの峠道か。久々に行こうかな。せっかくだから通ってきたいんですけどね。トラック進入禁止だけど、その先左方向、トレーラーで行くのは初めてじゃないかな。左方向です。前箱車みたいので行きましたよね。あのウィーリーするウィリーした記憶はあるけど、ちょっと寄り道ですね。大型車両通行困難。ちょっと淡路島一周コースですね。あー、ここ懐かしいですね。その奥も行けたけど、インスタ映えスポットがあるところか。かなり急でしたよね。あー、でも登ったことあるけど下りは初めてかも。はい、急カーブ注意。転落死亡事故多発。恐ろしいですね。あー、来た。すごい場所ですね。おー、景色綺麗。待って、スピード出ると怖い。おー、カーブないな。よいしょ。はい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 。すごい場所ですよね。あ、ここで一枚取りたいかも。よいしょ。いいですね。いや、すごい。これ、登りはやっぱきつかったかも。下りだったら、なんとかなるかもしれないけど、その先が急な感じか。明石大橋と一緒に。あー、ここは事故多発ポイントか。あ、対向車待ってくれてる？いや、パトカーか、それ。パトカーこんないましたっけ？
出た、横転してる。あー、待ってきた。危な。ゆっくりゆっくり。横転してますね。あー、ちょっと待って。ごめん、バックして。いける？いや、ここ大変だ。ぶつかったかも。なんか吹っ飛ばしたような感じになってんな。三輪自動車、もうちょっと内側走ってほしいですよね。あ、一応抜けた？オッケーオッケー。抜けましたね。行きましょう。もう、一箇所ヘアピンカーブですね。はい、校舎来ると無理だな。よいしょ、ちょっと大回り。うん、空いててよかったですね。あ、だいぶ手前で待ってくれた。ありがとう。あー、信号が。はい。ここら辺も狭いですよね。結構狭いな。いや、バス来てた。のどかな景色だな。あー、でもいいですね、橋も遠くに見えて。あ、それガソリンスタンドか。寄ってもよかったな。この先を左。左方向です。よいしょ。あ、これさっき来たところか。ぐるーっと一周回ってきましたね。いや、ここきつい。あー、待って、ウサギが飛び出してた。ウサギちゃんいましたね。そこウサギ出てくる。ちょっとそれ追い越すの。無謀なハイエースがいるんですけど、ほぼ煽り運転みたいな感じになってんな。ひどひどい運転ですね。行っちゃいましょう。右側ですかね。遅くないですか。40キロ制限だから。遅っ。もうちょっとで本線なんで我慢ですね。いや、この車が異常に遅い気がするけど、気のせい。前の方の車もう行っちゃいましたよね。遅すぎる。ダメだ、我慢できない。危ない。なんでブレーキかけてきた。まだ本線じゃないのかこれ。ゴー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 。お、行った行った行った。いいですね。あー、ようやく本線合流できた。あー、柏大橋ですね。消えてく。そう、これ、ああ、それは通過できるんだ。一部車両は通過できますね。よし。また兵庫、大阪方面ですね。多分大阪から船かな。一番高いとこまで来たんで、こっから飛ばしていきましょう。最高速チャレンジですね。
ーゴー。いいですね。怖い。危な。ゴーゴー。飛ばしましょう。危な。ちょっとつばっちゃいましたね。結構出た。